本拠地アリーナにあるデルベッキオらのバナー・アレックス・デルベッキオはオンタリオ州フォート・ウィリアムズ出身のアイスホッケー選手。ホッケーの殿堂入りを果たしている。12歳で初めてスケートを学んだ。これは NHL 選手としては非常に遅い部類である。オンタリオホッケー協会のオシャワジェネラルズでプレーした後、1952年にデトロイト・レッド・ウィングスに加入、その年、 チームのスタンレーカップ制覇に貢献した。彼は22シーズンにわたって、デトロイト・レッド・ウィングスのセンター、レフト・ウィングとしてプレーした。ゴーディ・ハウ、テッド・リンゼーとのラインが知られている。同一チームで22シーズンプレーしたのは、NHL 史上彼だけである。リンク上での紳士的なプレーでも知られており、レディビング記念賞を3回受賞している。 輝かしいキャリアの持ち主であるもののレッドウィングスの得点王になったことは一度もなく1969から70年シーズンチームトップのゴーディハウに3点差であったのが最も惜しいシーズンであった。1973年に現役を引退したが出場試合数、アシスト数、ポイント数のそれぞれで当時歴代2位であった。現役引退後デトロイトレッドウィングスのヘッドコーチ。 ゼネラルマネージャーを務め1977年にホッケー界を去った。この年ホッケーの殿堂入りを果たしている。現役引退時にレッドウィングスにおけるオフェンスの多くのカテゴリーでハウに次ぐ歴代2位であったが現在ではスティーブ・アイザーマンに多くのカテゴリーで抜かれた。しかし出場試合数では依然として歴代2位である。ありがとうございます。